鈴ゆチャンネル。はい、こんにちは。世界史講師の鈴木祐介です。さあ、今回のゲストをご紹介します。英語講師の時田健太先生です。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。もう何回目ですかね。3回目。3回目ぐらい。今回のテーマなんですけども、はい、大人の学び直し。あ、いいテーマですね。で、先生、大人の学び直しっていう、その、はい、なんか授業とか講演とかっていうのは、はい、今日されたことあります？実は結構回数は多いのかなと思いますね。あ、そうですか。予備校講師になってキャリアの初期の頃からやってますね。あ、今思い出しました。はい、そうだ、シェイクスピアの講演とかやってらっしゃいましたね。はい、シェイクスピアのなんか表現を使って勉強するとか。あ、まあ、だから英語なんですよね。そうですね。はい、なるほど。反応とかどうでした？非常にいいんですよね。です。まあ、今、大人の方って学ぶ意欲がどんどん増してきていて、まあ、実はだんだんこう金銭的なゆとりとか時間的なゆとりが生まれてくると、まあより深く学びたいっていう人が増えてきてるんですよね。はい、はい、それもあるので、なんか実は大人の学び直しの需要とか、まあ、あとはなんか本当になんかその人たちのために役に立つコンテンツっていうのは必要じゃないかなと思いますね。確かに、はい、予備校っていう空間自体が、はい、いわゆる普通の学校よりはやっぱり意欲がどうしても高い生徒が多いと一般に言われるじゃないですか。はい、それ以上に意欲高いですよね。そうですね。そういう場の大人の方々、はい、僕も何回かあるんですけど、はい、1回目は世界史×漫画っていう切り口 で、 すごいです。まあ、例えばキングダムとか昔から流行ってて、はい、それはその講演やったのが2015年ぐらいなんですけど、はい、その社会人サークルみたいなところ、はい、の出席者の方ですごい眼差しを向けてくださったんですよね。熱い眼差しの思考性があってね、はいはい、ああそうだったんだ、まあ、受験レベルで生徒に語ることである常識的な内容でも、はい、大人の方にはすごい刺さるような内容だったりするんですよ、はいですね、改めて新鮮ですよね、教えるからしてもね、はい、特に世界史の教養って、はい、なんか大人になってからこう、はい、例えばドラマとか映画とか見るときにも役に立つと思いますし、はい、改めてなんか勉強したくなるんでしょうね。何にしてもとにかく幅広いので、はい、世界史はさまざまなことをアクセスできると、はいはい、あと高齢者向けとかって言われたことあるんですよ。高齢者向けも実はやったことがあって、はい、80歳ぐらいのおばあちゃん向けに英検5級の指導したからそれどうなんですか。いや、実はできるようになる。できるようになるんですか。はい、そうなんですよ。それどのくらいのスパンですか。いや、もう本当に半年間、半年間かけて、はい、そうですね、それで熱心に勉強されるわけですね。はい、そうなんですよね。なんか実は認知症の予防にもなったりとか、あ、まあ、あとはなんか性格が明るくなったりとかっていうのにいい効果があるらしいですね。はい、我々としてもそういうところにどんどんとこう、ね、活躍の場を広げていきたいところではありますよね。はい、僕も高齢者の講演やったんですよ。はい、三鷹市から、ね、あ、いいですね、講演で呼ばれてですね、はい、なんか市民会館みたいなところでやったんですけど、はい、100人ぐらい集まっていただいて、そんなにあったんですね。でそこで覇権国家の推移とか言ってですね、はい、偉そうに語ったんですけど、はい、非常にやっぱ反応が素晴らしいんですよ。で僕話のつかみに美空ひばりの話したんですけど、はい、とりあえず高齢者で美空ひばりだろうみたいな合わせてます。はい、AI 美空ひばりってちょっと前にあったじゃないですか。はい、あの話ちょっと最初に使ったんですけ ど、 なるほど、ね、2回目もちょっと話読んでいただける機会があったんですけど、はい、2回目どう話しますかって言って、はい、まだコロナが流行る前だったんですけど、はい、感染症をかける世界史面白いですよって言ってやろうと思ったんですよ。そしたらちょっと担当者の方から、はい、いや高齢者の方に感染症の話が病気を連想させてちょっとあまりよろしくないんで、なるほどです、ダメですって言われて、はい、それでちょっと別の話をしたらコロナがバーンってきちゃって、なるほどですね、はい、で結局集まれないのでその話自体が流れちゃった。はい、ちょっとまあ残念でしたけど、なるほどですね。まあ、だから今後もそういう話とかねあれば、ぜひいつでも、はい、駆けつけますので、はい、時田先生、はい、まあ、コラボレーションとか、ね、そうですね、世界史と英語のコラボレーションって面白いですね。はい、ね、そうですよ、はい、大学受験の参考書とかも結構使えると思うんですよ。はい、大人が読んでも大学受験の参考書って使いやすい、はい、まあ、フルカラーだったり、あと網羅性が高いってこともね大きいかなと思うんですよね。はい、なんか英語とかで大学受験参考書で大人が使ってもいいよみたいな、そういうのがあります。まあ、正直に言うと本当に大学受験の参考書ってやっぱり本当に受験生で切羽詰まってる人たちに向けて書いてるものなので、かなり実用性が高い。実用性高い、そうですね。そういう意味ではこう自分の好みの分野の中で、例えば長文読解を学び直したいんだったら、はい、もしかすると一回大学受験の参考書に行ってみるとか、戻ってそうですかね、はい、で文法の参考書にしても、例えばなんかこういろんな資格試験向けに書かれてるものもあるんですよね。でもそこであえて一回大学受験のものを見てみると意外とそっちの方が優れてることっていうのも多いんですよね。確かにね、はい、そうですよね。世界史であれば、うん、ムンディ先生の本とかでもいいと思うので、はい、あそこから入ってもらって、やっぱりよく言われることですけど、はい、インデックスを作る作業だと、大学受験の世界史、さまざまなことにアクセスできるその目次を作っていく作業、うん、でそこから興味を持った
なんか一つ単語があればそれを中高新書とかで深掘りしてみるっていう、はい、まあ、そういう勉強の入り口として非常にこう大学受験参考書を使ってもらえるんじゃないかなと思いますね。やっぱ英作文の本、大学受験の参考書で書いたんですけども、はい、結構なんか使ってる方が大人の方から良かったみたいな声をよく聞かれるんですよね。あ、やっぱり、あ、SNS などでですね、うん、まあ、出した話をすると、まあ、その大人の方が宣伝してくれて、それによってなんかあの資格試験を受けたい方が、まあ、なんか応用してですね、使ってくれたりするんですね。いいですね、はい、英語はね、またその資格試験もいろいろ英語あるじゃないですか。そうですね、はい、世界史はもう1個しかないんで。あ、なるほど。歴史能力検定、歴史能力検定、世界史、はい、世界史、日本史1級とかあるんですけど、はいはい、だまあ一応大人の学び直しとしては、はい、それ短期的なゴールをね設けてみるのもいいかなっていうのはありますけどね、はいはい、なんかどういうコースがいいですかね。なんか例えばその世界史検定1級みたいに資格試験を目指して、はい、そこの一環として勉強していくコースと、ーまあ、あとはなんかこう楽しみたいって考えてらっしゃると思うんですね、はいはいはい、その場合ってこうどういうルートから行くといいですかね、はい、まあ、入り口はやっぱ興味がないとね、勉強続かないと思うんで、はいはい、まあ何でもいいと思うんですよ。この映画が好きだと、はい、この映画をもっとよく理解したい、時代背景を知りたい、はい、でそこから入り口としてまず一つの単元をものすごく詳しくなっていけると、はい、まあ、でそうすると必ずその前と後の時代が気になったりするんですよ、はい、うん、でそうやって広げていく。なるほど。で最終的にある程度その理解の及ぶ範囲が広がったら検定を受けてみると、はい、そしたら自信になるなと。なるほど。TOEICとか、まあ、英検とかも、まあ、その資格として書いてると、まあ、その面接官の最初の入り口としては、はい、あ、なんかこの学生はそもそもなんか結果は出せる子なんだなみたいなことになりますよね、はい、先生なんてもう、はい、今予備校講師辞めても引く手あまたですよね、はい、そこでいい写真来ました。予備校の先生でなんか歴史検定取るってイメージがあんまりないんですよね。なんか例えば日本史の検定とかすごくないですか、ね、はい、あ、まあ、確かに僕がね、あ、歴史総合を教えられるのかって、はい、実は歴史日本史一級持ってるんですよ、はい、それはなんか結構付加価値がありそうな感じですね。一生懸命勉強しましたよ、はい、これこちらね、はい、これもやっぱ学び直しに使っていただける本かと思いますので、はい、大人の方が読む、はい、歴史があんまり得意じゃないんだよっていう高校生向けに書いてますんで、はい、もう紙面の方から自分に飛び込んでくるという、はい、そういう感じのインパクトある紙面になってます。なんかこう分解がすごくやっぱ柔らかいんですよ、ね、柔らかく、はい、まあ、正直読んでると楽しいですよね、はい、先生もやっぱり学び直しにつながるような本も書かれてるわけじゃないですか、はい、そうですね、一般書、ビジネスに行く英語の教養って本を、まあ、去年出したんですけど、はい、そのあたりもやはり学び直しってところは考えてますね、はい、そうですね、はい、中身に関してはこちらの動画の方で詳しく紹介してますので、はい、そちらもご覧いただける、はい、あとはあれですかね、先生のリバーツ、はい、どうですか。あ、リバーツは、まあ、すごいなんか驚くべきことがいろいろあって、はい、結構初年度にですね本当に英検1級取りたいとか、はい、まあ、TOEIC で50点を突破したいっていう人がいて、うん、基本的にもうその2つの軸はもう余裕で超えたんですね、はいはい、突破ができて、で結構これはなんかいろんな世の中にあるスクールの中でもすごいことらしいんですよね、はい、で我々としてはなんか普通の当たり前のことをやってただけなんですけど、はい、でもなんか成果としてはすごい成果が出せたっていうのがあって、なんかそれはやっぱりなんかこう、まあ、メソッドをしっかり確立するということとか、うん、まあ、予備校で培ってきたですね、まあ、指導の方法とかをコーチングに応用することによって、うん、やっぱ成果が出せるんだなというのは実感しましたもん、はい、それはもう大学受験生ではなくと、はい、もう完全に大人向けとか、大学生で留学を目指している人なるほども来てくれますね、はい、じゃあそういう方は、はい、徳田先生のリバーツ、学び直しをすることのこうメリットというか、はい、効用みたいなものって英語の場合どんなのがありますか。そうですね、こう自分の本当にやりたかったことを実現することのツールになるかなっていう気がします。まあ、本当になんか学ぶことそのものが好きで、英語そのものが好きでこう探求していくっていう人もいると思うんですけど、例えばセカンドキャリアっていう観点からも重要かなと思いますね。結構あのリバーツの方にも主婦の方がよくいらっしゃるんですよね、でそれはなんかこう例えば子育てがある程度進んできて、ちょっと落ち着いてきたタイミングでやっぱり改めてこう社会と接点を持ってさらに働いていきたいっていう方多いんですよね、はい、その時に例えばまあ資格試験で成果を出したりとか、あとはなんか英語の会話のスキルを向上させることによって、自分のですね新たなキャリアを切り開いていくっていう方もいらっしゃいます。素晴らしいですね、いろいろ掛け算なのかなって気もしていて、まあ、例えばなんか英語ができるだけって結構まああの中には英語が本当得意で英語だけできるって人もいるので、結構なんかその資格試験をずっと取り続けるっていうのが目的の人も中にはいますね。でも一方で僕自身がなんかすごくいいなって思うのは、実はその英語を使って社会とどう関わっていくのか、それぞれのこう道を見つける上で英語っていうのがすごく役になったりするので、社会人が現実的なそのメリットとつなぎやすい科目かもしれないですよね、はい、そうですね、古文とかやっぱ難しくないですか。なるほど、実用、まあ、教養ですけどね、だからまあメリットを考えること自体がナンセンスかもしれませんけど、確かに、はい、先生もあれですか、学び直しにつながるようなご本とか書かれるんですか、ね、
この後も、ね、まあ、実はあの僕年間ですごくあの計画しているのは、できれば学習参考書と一般書と、まあ、どちらも出していきたいなと思って、最高ですね、はいはい、でそれでなんかこう両方の軸があって、おそらく大人の方にも、うん、それから受験生にもヒットする本を書けていくんじゃないかなと思います。楽しみですね、はい、ということで今回はですね、大人の学び直しの効用というテーマで徳田先生とお話し、チャンネル登録高評価お願いいたします。